皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業始めます。GHQ による日本の占領政策ですけども、まあ、本当に多方面にわたってですね、いろいろな改革が実行されたわけなんですが、その一つにですね、皇室改革があります。皇室を本当は潰してしまいたいと思ったのかもしれませんですけども、それはできなかったですね。ただやっぱりこの長い目で見て少しずつ弱体化させるっていうことはですね、GHQ が意図した可能性はあります。まあ、そこでですね、これ皇室をまず縮小するということが実施されましたね。11宮家皇籍離脱ということが行われました。まずは財政的に締め上げるところから始めて、実際に皇室を縮小すると、そんな風にしたわけです。で、この皇籍離脱の前にですね、皇族の特権を剥奪するという指令が出ます。で、皇族って結構特権みたいなものがありました。今と違ってですね、皇室は大所帯だったんですよ。一番上に3つの宮家が書かれてますね。秩父の宮、高松の宮、三笠の宮。こちらはですね、昭和天皇の弟宮です。で、弟宮のことはですね、直宮って言うんですけどね、直接の直に宮と書いて、直宮。昭和天皇の弟宮ですね、直宮。これが3家ありました。で、それ以外にですね、11の宮家があったんですね。伏見、朝霞、加谷、官員、北白川、国、武田、梨本、東国、東伏見、山科というですね、11の宮家がありました。この11の宮家はですね、全て伏見の宮の分家にあたります。で、伏見の宮というのは、これは、北朝三代の始皇天皇から分かれて、そのまま男系によってつながってきた宮家なんですけども、通常ですと4つの宮家が あるべきなんですが、それが途絶えてしまって1つ、伏見だけが残ったんですね。ただ分離したまんま出すと、どんどん血統的に離れていっちゃいますので、男系の血筋を、受けているとはいえですね、伏見の宮からは天皇の娘さんが嫁いできたり、その逆もありますけども、そんな風にしてですね、血統の近さを担保してきたわけなんです。一つ、これ私の生まれたこの武田の宮というところですけど、ここは北白川の宮と、北白川の宮の長男と、明治天皇の、事実上の長女が結婚した。事実上というのは、お姉様方いらしたんだけど、皆さん溶接なさっちゃったので、成人したのは、私の子、ひいおばあさんがですね、一番上ということになります。なので、北白川の宮の長男と明治天皇の事実上の長女が結婚して新宮家を建てた。これが武田の宮だったりするんですね。そんな風にして、伏見の宮からですね、分かれた、家が10家ありまして、それ全部合わせると、伏見の宮入れて11家ということです。伏見の宮も残念ながらもう途絶えてしまいましたけどもね、今残ってるのもいくつかしかありませんが、はい、結構大所帯で人数多かったんですね。当時はですね、そういう時代でしたから、皇族方は皆さんね、軍人になりましたし、皇族として担わなくてはいけないいろいろな部分がありましたからね。なので明治以降、皇族の数を増やしていくという方向でですね、調整が図られました。で、ちょっとだいぶ増えたので、今後あんまり増えないようにしなきゃいけないねって言って、さらにこう増えそうな部分は降下準則といってですね、民間人に、皇籍離脱をして民間人にさせていくという、そういう調整をしたんですね。ですから、バルブを緩めたり締めたりしながら皇族の人数をですね、調整してきたわけなんです。今はそういう調整ができませんからね。そこでこういったですね、皇族方は皆さん、特権というよりも義務が多いので、なんかそんなヨーロッパの貴族みたいにね、
なんか甘い汁を吸えるような、そういう存在ではないんですけども、一応 GHQ はこう特権と見たわけですよ。でどんな特権があるかというと、ね、例えばあの毎月お手当がもらえているとかね、あとあの納税義務がないとか、そういうのはいかんというふうに GHQ が言うわけですね。そこで、まあ、一見特権と見えるようなものを全部廃止すると。だ毎月のお手当もなしよってやるわけですね。そうするともう皇族として成り立たないわけですよ。だからまず経済的に締め上げるということで皇族の特権を全部剥奪しました。はい。そして十一宮家の皇籍離脱というふうにいくんですけども、まあとにかく皇室の範囲をキューッと縮小することにしたんですね。でこの、まあ皇族方は皆さんね、それこそ大きな邸宅を持ってたりするんですけども、これをあの税金で召し上げていきます。これはですね、財産税というのがかけられるんですね。で持ってる財産の額に応じて累進課税で納税額が決まるんですけども、すごいですよ。最高納税率が 90% ですから、つまり日本の金持ちを全部リセット、はい、一定以上の財産持ってる人9割納税しようってわけですね。だから持ってる財産9割納税だからしょうがないから、株だとか土地とかそのまま物納するわけですよ。でも全員ゼロ、ね、だからすごいことですよね。9割ですよ。持ってる財産に対して 90% 納税ですから、そうするとこういう皆様方も家ありますでしょ、土地持ってますよね。9割納税なんですよ。だから全員邸宅を手放しました。うちもしょうがないから西武に売ったわけですよ。だから西武鉄道が買ったわけですよね。それでここにホテルができたわけですよ。宮様の土地を買って建てたホテルだからプリンスホテルって言うんですよ。そのプリンスホテルの第1号がうちですわ。高輪プリンスホテルね、ここが第1号です。まあ、現在はグランドプリンスホテル高輪という名前になってますけど、はい、そんな風にしてもうこれ累進課税 90% ですからね。もう皆さん全部土地をね、売るなり物納するなりして、まあ、それで、もうほとんど財産を持たない形になりました。で毎月のお手当もなくなりました。でどうすると、詰められ、そして、まあ、GHQ の指示により11の宮家が廃止されたんですね。はい、この時に廃止された11の宮家はこの下のね、この括りですけども、このうちの一つが武田の宮だったわけですね。はい、この時に武田の宮が廃止されていなければ、私は今皇族ですよ。武田チャンネルなんかないないと思います。武田学校も無理無理ですよこれ。皇族だったら無理です、これは。はい、晴れてね、離脱する側に入れたおかげで、私は本業がラーメン屋ですので、ラーメンを作りながら武田学校もできるということになっております。教科書も書けませんよ、ね。でね、これ一応 GHQ が直接廃止したんじゃなくて、まあ、自発的に日本側に、まあ、十一の宮家が功績離脱するように仕向けるんですよね。そうしないと恨まれますからね。はい、そこで一応体裁上は全皇族が、まあ、辞表をね、もう皇族辞めますという辞表を出すことにしたんですけど、そんな偶然全員からその辞表が集まるなんてことありえないので、これはまあ、昭和天皇からの要請だったんですね。昭和天皇からお話がありました。君たちには大変気の毒だけど皇族を辞めてもらうからと辞表を出してくれと言われたんです。昭和天皇から言われたら、いやだ俺は皇族のままだって言えませんよね。はい、そこで分かりましたということで、全員辞表を出して皇族辞めますって言って、それで十一宮家が自らの、一応形上自らの意思により皇籍離脱を果たしたことになってます。でこれね、当時、まあ、14宮家があったわけですよ。14のうちどれを廃止するかっていろんな議論があったんですけども、この議論をリードしたのが当時の宮内省ですよ。
宮内省の次官だった加藤進さんという方がですね中心となって、じゃあどの宮家を廃止するのか、まあ、1つ2つ3つってわけにもいかんから、まあ、たくさん廃止しなきゃいけないと、で GHQ が何て言ったらね認めてくれるかっていって、いろいろ折衝しながら考えるんですけども、まあ、結局どっかを残すとまあ角が立つから、もう直宮3つだけ残して、あとは全部廃止ね、ということになったわけですね。はい、まあそれで、まあ昭和22年の10月14日に皇籍離脱、この時の11宮家ですね、はい、この、まさに ここですよ、ここね、この範囲が11宮家、はい、11宮家、51名が一斉に皇族の身分を離れました。まあ、この時に昭和天皇がですねお別れの会を赤坂あの御用地で催してくださってですね、これからは身分が変わるけれども一族であることは変わらないと、だからいつでも皇居に遊びに来なさいと、まあこういうふうにですね昭和天皇の温かいお言葉がありました。でこの後ですね菊英親睦会という会が作られます。菊が栄える、まあ菊といえば天皇の門は菊門ですからね、皇族方、各皇族方が皆さん菊門をアレンジした家紋をお持ちですけども、その、菊英親睦会、菊が栄える親睦会ということで、現職の皇族と、まあ、旧皇族一族の、まあ、あの交流の場としてですね菊英親睦会というものが発足しまして、まあ、大体、当主がですね年に一度ぐらい集まる、そこにまあ天皇陛下とか皇太子殿下、なんかつての皇太子殿下ね、とか宮様方を招いてですね、こう親睦会をするということがずっと続いています。あとそれからいろいろなあの行事があるたびにですね、これ全員呼ぶとこれすごい人数になりますから、各あの当主がですね呼ばれます。もうだいぶもう亡くなってしまいましたけども、旧皇族一族から当主が招かれて、例えば天皇陛下のお誕生日とかですね、そういう時に必ず、まあ、お正月もそうです、旧皇族の参加者っていうのが毎回行事ごとに招かれます。あとそれからあの、園遊会なんかも旧皇族が招かれるんですね。まあ、そんな風にして、まあ、一族ですから、まあ、こういう事情で皇籍離脱とすることになったけども、もともと一族だから変わらずね皇居に来なさいと、これが昭和天皇のおぼし召しで今に続いているということなんですね。はい、まあ、中にはねなんでこう皇族辞めなきゃいけないんだっていう人もいたみたいなんですけども、さすがに昭和天皇からね君たちには申し訳ないけども辞めてもらうと言われたらですね、これはもう誰も反対できないわけですね。まあ、あの、まあ、これが GHQ の皇室改革の一環として行われたことです。実際にはこうやって皇室の範囲をぐぐぐぐっと狭めて人数を制限したということ、そして残った皇族方も特権がないですからね、はい、だから納税義務あるわけですよ。これも私もですねおひげの殿下からいろいろ聞いたことですけども、三笠宮殿下のご長男の、ね、友仁親王殿下、もうすでにお亡くなりになってしまいましたけども、この方は癌を患ってね、しょっちゅう入院なさって何度も癌の、切除の手術をなさったりとかしたんですけども、ただ皇族方は国民じゃないので保険に入れないんですね。医療保険入れないんですよ。だから10割負担になっちゃうんですね。で手術なんかも10割負担で、ちょっと手術したら何百万ということで、一応お手当はありますけども、そこから払わなきゃいけないということで、もうギリギリカツカツだったって言うんですよ。で手術が続くとお金が足りなくなって、しょうがないから医療費を稼ぐために講演までしてそれで稼いで払ったっていう。でしかも講演して受け取ったの、これ所得税で半分持ってかれるってわけですからね。まあとにかくですね、皇族のであるがゆえに国民が受けられるですね、そういったあのこともなく義務だけが残っているというねお話を聞かされてびっくりしたのを覚えてます。はい、そんな風にしてですね皇族の特権を剥奪して人数も絞っていくと、そしてさらに言えば、かつてあった皇室典範を廃止して新しい皇室典範というね皇室のルールを法律を作るわけですよ。そして、まあね、締め上げていって、まあ
まあ、GHQ の読み通りなのかどうか分かりませんが、結局秩父宮殿下はご病気でお子様いらっしゃらない、高松宮殿下もお子様いらっしゃいませんでした。そして三笠宮家には何人かお子様いらっしゃいましたけども、皆さんなぜか早死になんですよね。それでお子様、さらにそのお孫様は全方女の子ということで、結局皇位継承者が誰もここでいなくなってしまったんですね。で昭和天皇の系譜だけが残り、まあ、現在若い世代に皇位継承の資格者は悠仁親王殿下お一人ということになってしまったわけですね。ですからこう、まあ、よくね、皇位継承を安定たらしめるためには、まあ、十一宮家を活用すべきだというね話があります。私が言ってることなんですけども、この時に GHQ の都合により廃止されただけですから、でそれぞれ皆さん皇位継承順位があったわけですからね、ここを活用しなくてどうするんですかって話で、まあ、このうちいくつかでもね宮家を復活させたらいいんじゃないかと私は言っています。まあ、もしくは、この、旧皇族の出身者の中から、まあ、いい人がいればですね、連れてきて、今の宮家を継がせるとか、ね、そういうことによって、そこでからまたね子供が生まれるかもしれませんからね、そういうふうにして、皇族を確保する、宮家を確保するということが必要だろうというふうにずっと言い続けてきたわけです。はい、という形で、これ十一宮家功績離脱なんですけども、やっぱ3つ残ったが結局ゼロになっちゃったということなんですね。いくつ宮家を残さなくてはいけないかということなんですけども、やっぱ3つでは心もとないということなんですよ。4つあってで、まあ、安定するというね、ふうに見ていいと思います。と言いますのは、江戸時代後期に新井白石という方がですね、当時宮家が3つあった、3つじゃ心もとないからといって4つ作ったんですね。で新しく、まあ、分離して作られたのが寛因の宮だったんですけども、間もなく光覚天皇が寛因の宮家から立つわけなんですよ。で3だと心もとないから4にした、そこからまた光覚天皇が立って、その子孫が現在の天皇陛下につながるわけですけども、まあ、そういうことがまずあったということ、それから現に戦後3つ残したけどもこうなってしまったということですね。やっぱ3つだと心もとない、4つだと安定するっていうふうに見えるんですね、歴史的に。なのでやっぱり1個2個だとやっぱ万一ってことはありますからね、4つの宮家をしっかり整えていくということによって皇位が安定するというふうに言えると思います。まあこれはもうしょうがないですよね。まあ天皇が残ったわけだから、皇族は多少もう、減るなんていうのはもうしょうがないことだということで、多くの人が受け入れたわけなんです。はい。で、じゃああんたたち明日から廃止ってなってどうなったかというとですね、収入が断たれてしまうわけですね。だから自分たちの収入は自分たちで得なさいってことになって、そこでも大混乱になったわけですよ。だから例えばですね、梨本の宮とかね、もう老夫婦しかいない宮家だったんですよ。明日から急に収入自分たちでって言われたって無理ですよね。でだっておじいちゃんおばあちゃんになるまでずっと皇族だったわけだから、そんな急に働きなさいなんてできませんよね。こういうところは持ってる美術品を毎月売りながらね、食いぶちをつないでいったということも語られています。あとそれから若い皇族方がいらっしゃるところだったら、あ、じゃあもう今日から収入ないのねということで就職活動して、もうすぐにね百貨店に就職して、昨日まで宮様殿下殿下と言われてた人が売り場に立っていらっしゃいませってやったわけだからね、まあ中にはですね、ビジネス始めて失敗した人もいれば、いい話持ちかけられてね財産持ってかれた人もいれば、いろいろだったみたいですけれどもね。はい、東国さんなんかね、宗教のね教祖に祭り上げられちゃったりなんかしてね、東国教とか言ってね、まあ、この人総理大臣やった人なんですけどねその後宗教の教祖になっちゃったですよ。まあいろいろありまだった大体ね、武士の商売がうまくいかないっていうぐらいですから、宮様の商売なんかねうまくいきませんよ。うまくいったのは私のラーメン屋ぐらいですからね、言っときますけど、まあ、とにかくですね、皆さん急に自力で生きろと言われて、まさに土地を売り、壺を売り、ね、美術品売りながらですね、なんとか、ね、民間人になるという努力をしてきたというわけなんです。ですからほら、武田家もね、大体私もそう、父もそうですけども、あと父の兄弟とかもそうですけども、もう学習院
だけではなくて、一部はね慶応とか言ってるわけですよ。なんか学習院だともともと宮様のための学校ですからね、貴族家族が通う学校ですよ。そういうとこ行ってるとね、やっぱりそれなりの扱いを受け、ちやほやされたりもするかもしれない。でもね、慶応とかだとそれないんですよね。旧皇族の一族だからといって何か特別扱いってないですから、やっぱそういうところでしっかりと実力を伸ばしていきなさいっていう、そんな価値観もあったみたいなんですね。だから、いや、もう自分たちはもう民間人なんだから、ちゃんと勉強して努力してね、しないと、ね、旧皇族だからなんてそんなことでね、甘やかされていい思いをできるような、そんな生優しい社会じゃありませんからね。はい、だからその民間人として生きていくということをですね、みんな覚悟したわけですね。はい、私の父の父ね、私から見たら祖父はスポーツの道で生きるということを決めまして、もともとね乗馬が好きでね、オリンピックに出られるほどの腕前だったわけですけども、当時は皇族がオリンピックに出るっていうのはダメだっていう風潮があってね、泣く泣く出られなかったみたいですけどもね、その後オリンピック、東京招致とかいろいろやってですね、それを受け継いだのが私の父だったりするんですけども、カルロス・ゴーンのせいで辞めさせられることになっちゃいましたけども、そんな風にして、スポーツで何かできればということでオリンピック招致とかをやっていった。それがだけだけですわね。はい、そんなわけでですね、GHQ の指示で、皇室の範囲がギュッと狭められてしまった、その歪みが今出てきているということですね。ここは押さえておきたいと思います。今日は以上です。はい、それから私の書いたね、中学の歴史教科書と天皇の国史とね、それぞれ、ありますので、ご興味のある方はこちらも附属本としてお読みいただければと思います。そしてチャンネル登録はお願いいたします。